はい、どうもこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ということで今回なんですけれども、意のまま思うままにありったけをね、喋っていきたいと思います。みんないいかい、ハトクマ喋っても好き勝手いっぱい喋っていいかい、ダメかい、そうですか。ということでみんなさ、ちょっとオリンピア夢中になりすぎてない？オリンピア、オリンピア、オリンピア、オリンピアって、まあ、来週行われますよ。日本の選手出ますよ。上里さん、ファルークさん、楽しみよ。いや、てか、お前が一番動画出してるじゃねえか、楽しみじゃねえかって言われたらね、まあ、そうなんですけど、ダメなんだよ。ダメではないんだけど、今週はね、そっちにエネルギーを割かないでほしい。来週でもいいと思うんだ。一番もうエネルギー放出してほしいのは、10日のプレスカンファレンスぐらいからだと、ハトクマは思うんだよ。なぜかといえば、今週末、大事な大会が行われます。日本の選手が出ます。プロの大会です。ファインラボ鈴木社長、ドバイで行われるミスターワールド世界選手権に登場されます。これがまたでっけえ大会だし、すっげえ体なわけですよ、鈴木社長ね。鈴木社長を追われている方っていうのは、もちろんね、このハトクマチャンネルを見られている皆さんの中でもいっぱいいらっしゃるとは思うので、知ってるよ、もう追ってるよっていう方もいるとは思うんですが、基本的にはね、 IFBB プロオリンピア関連を動画にしたりはするので、まあ、ファインラボ鈴木社長がね、どんな方なのかとかさ、まあ、その鈴木社長が出られる方のプロの団体ってどんな団体なのかとかね、そういったことを、まあ、知らない方ももちろんいらっしゃるとは思いますので、ちょっとざっくりね、そういったところも含めて、まあ、喋っていきたいんですが、ちょっと一つね、困ったことがありまして、 IFBBエリートプロだったのね、今までって。この鈴木社長がいらっしゃった団体。で、その今までは同じ IFBB プロだったんだけど、分裂してオリンピアとかをやる IFBB プロ。で、もう一個は IFBB エリートプロ。まあ、こういう風に分かれたんですよ。ただ、このエリートプロの名前が IFBB プロオフィシャルっていうね、形に変わって、すべての選手が IFBB プロという風に変わりました。なので、もう差別化がね、できないから、今からこっちの IFBB プロは、でもこっちの IFBB プロはって言わなきゃいけない。これはちょっとややこしいなって思っちゃったんですが、まあまあまあ、そんなことは置いときまして、まあこっちの IFBB プロっていうのは、鈴木社長がいる IFBB プロね、はですね、まあアーノルドクラシックヨーロッパとか、まあこのミスターワールドとか、こういった大会が、いわゆるもう一つの、あ、もうややこしいな。いや、まあでもしょうがないね。IFBB、あ、まあ、ややこしいなとか言っちゃよくないですね。IFBB プロの、まあオリンピアですね、をやってる方、まあそのオリンピアとか、アーノルドクラシックオハイオ、まあそれぐらいの規模の大会になります。で、どうやらこのミスターワールドも誰でも手を挙げれば出れる大会ではないというところ、そこに今回鈴木社長が挑戦されます。で、年齢にね、みんな驚いてほしいんだけど、50歳なのよ、鈴木社長って。現在50歳。だから、まあいわゆる山岸さんとか、あとはもうカマル・エルガルニとか、そういった、方々と同じようなね、世代の、選手になるんですね。デイビッド・ヘンリーより年上なんです。それでこの質感と筋肉量をまず誇ってることに驚いてほしいんだけど、今回出られるのはマスターズではありません。オープンの方です。だから鈴木社長の息子ぐらいの年齢の選手も絶対いる。そんなところに出られて、日本人としてですね、ぶつかり稽古していくわけですよ。これが本当に楽しみなね、わけなんだけれども、もうこの体はだってさ、まあそのオリンピアのだからね、ハトクマはやっぱそっちでも見ちゃうけど、もう2-on-2のオリンピア選手みたいなさ、もうサイドチェスト、モストマスキュラー、バックダブルバイ、フロントダブルバイしてませんかって。やっぱりこのコンディションを作る技術みたいなところ、自身の筋肉、まあ、ディティールを高めるような筋トレっていうところ、まあ、そこを本当にね、こう熟知されているというか、長年の経験から、こうまあ自由自在にこうできる能力というかさ、それをまあ携えられている鈴木社長なわけなんですけれども、もう本当これ映像で見てもえぐいけど、生で見たらね、もっとやばいよ。本当山、ロッククライミングできんのかな、ここみたいな。よーく鈴木社長の体見たら、ロッククライミングしてる人いるかもしんない。それぐらいの、まあ、岩みたいなね、そのもうハードロックな体をね、されてるわけです。で、もちろんそのミスターワールドも、鈴木社長よりなんだったらもう怪物みたいな選手、うごめいてきます。だからまあ本当にオリンピアに挑戦する日本人選手みたいな感じで皆様ぜひね、見ていただきたいんですけど。で、あとは、鈴木社長その翌月に行われるこのマスターズの方のミスターワールドにも、挑戦されます。もともと IFBB、まあ、エリートプロだった方ですね、は2枚プロカードがあるんですよ。
IFBB プロオリンピアやる方ね、こっちはマスターズだろうがオープンクラスだろうがカードって1枚なんです。だからマスターズでプロになったって、オープンの方には出れるし、マスターズのオリンピアでね、オリンピア優勝すれば、メインのミスターオリンピアにも出れるわけです。ただ、エリートプロだった方の IFBB プロは、マスターズのプロカードっていうのとオープンのプロカードっていうのがあったんですよ。で、鈴木社長は両方取られてるんですね。マスターズクラスでも優勝されて取られてるし、オープンクラスでも優勝されて取られている。まあ、それもまたすごいことなんだよ。プロカード取られたのそんな前じゃないからね。最近だからね。もう自分の息子ぐらいの年齢の選手たちを倒してプロカード取られてますから、プロになられてますから、まあ、それもまたすごいことなんですけれども、まあ、何よりもですね、皆様、日本のね、別の団体ではありますが、一人のプロ選手が、むちゃくちゃでかい世界の大会挑戦されるので、この結末、ご注目いただきたいなというところなわけでございますね。またね、結果とかハトクマンのチャンネルでも動画にはすると思うんですけれども、10月5日とか、そのあたりはぜひドバイの方を向かって、ファインラボ鈴木社長、行け勝て海外の怪物ぶっ倒せって、叫んでいただきたいなというふうに思います。ちなみに、じゃあこのもう一個の IFBB プロっていうのはどんなね、トップ選手、まあ、有名な人がいるのかっていうと、ミカシボネンがね、やっぱり一番有名というか強い選手になるのかなとは思います。この団体で、まあ、世界チャンピオンに4度輝いている有名選手というかね、このオリンピアの方で言うと誰だろうね、デレクランス、まあ、ハディチョーパンとかそういうレベルの選手でしょうか。今ね、そっちの団体に移籍した、クビゴジラ、ルビエル・モスケラであったり、ブレッシング・アワディブ、あとはですね、クリゾーですね、ミハル・クリゾー・クリチャネク、このあたりの選手とも過去対戦したことがあり、勝ったこともある、そんな選手になっております。非常にですね、上下のバランスが整われていて、シンメトリーもすごくて極まっている、そんなボディービルダーになります。これまたオリンピアノでね、考えても、まあ、体重的にオープンクラスにはなると思うんですけれども、いわゆるまあ、今でいうハンター、ラブラダとか、ブレッド・ウィルキンとかマーティン・フィッツ・ウォーターのようなオリンピアに出て、まあ、上位が期待されるようなそんな選手たちと、まあ、同じようなレベル感の、選手になるのかな、もしかしたらそれ以上のね、選手なんじゃないかみたいな、そんなお方が今トップで君臨されているそんな団体でございます。だからこのミカシボネンとね、鈴木社長、戦うこともあるかもしれない今後ね、というところも非常に、楽しみなわけなんだけれども、ということで、まあ、今回はですね、ちょっと簡単ではありますが、別の団体のプロボディービルダーファインラボ鈴木社長がですね、今週末行われる IFBB プロミスターワールドに挑戦されるということで、そちらについて、ちょっとね喋らせていただきました。本当にもうね、こればっかりは応援したい、応援しようぜっていう、もうそれをね、まあ、伝えたい、一番は伝えたい話なんですけど、はい、ぜひ皆様、よろしくお願いいたします。またですね、ハトクマチャンネルの登録されていない方いましたら、ぜひともチャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。そして概要欄にですね、鈴木社長の、インスタグラムとか貼っておきますので、こちらでね、大会までとか、大会前後、ライブとか、いろんなね、投稿更新されると思いますので、そちらもぜひね、ご覧いただきたいなというふうに思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。